ハインボッケルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選州のシュターデ軍に、属す、マチソンで、オルデンドルフを本部とするザムトンゲマインでオルデンドルフを構成する自治体の一つである。この町は、ハインボッケルとハーゲナーの二つの地区からなる。ハインボッケルの町議会は11議席からなる。この町は1948年に紋章を制定し、1949年2月2日に、 ニーダーザク選集内務省の認可を得た。図柄、金の壺が描かれた緑地の基部の上は、金字に黒い石塚。この紋章には、町内にある良好に保存された石室が描かれている。壺は、戦死時代の出土品であり、町内の古い入植地を示すものである。この地域ではよく知られたディスコ、ムジークラーデンハインボッケルも特筆に値する。ここは、金曜日の夜になると、 近隣の若者たちが集まる場所になっている。主要な企業としては、ハーゲナーにある地下工事企業の HMH と農業機械販売のニューテックである。軍道57号線がこの町と、北は連邦道 B73 号線と、南は連邦道 B74 号線とを結んでいる。この二つの連邦道は、シュターで合流し、ハンブルク方面に接続する。 西のオルデンドルフ方面に行く運動72号線が走っている。ありがとうございます。